前です。で、その頃から私が訴えていたのは、移民政策ですね。移民の危なさというのを、私は手順を使って通訳捜査官と当時言ってましたけども、全部で9年ぐらい、まあ、9年のうちの2年はがっちり詰め込み教育が否定されていた時代にですね、東京都 の, その山手線一周を全部中国語で覚えてこいとかですね、明日までにやってこいとかですね、そんな感じの時代だったんですね。その頃から、外に出た時が当初はイラン人が多かったんですね。でもイラン人は見た目違うからすぐにいなくなるだろう、警察官がみんな職務質問したらいなくなるだろうと思ってましたら、じゃあ次は誰が来るかなと思ったら中国人だと思って中国語を勉強して、外に出たらやっぱり案の定中国人がどんどん増えてきている。当時は今だと信じられないかもしれませんけども、日本にいたというかですね、集中してましたので、東京に集中してたので、ここにいた中国人の、東京都内にいる中国人の職務質問した感覚では、ほぼ9割は違法でした。半分、高校滞在者は1割ぐらいで、半分は上海から来ている留学生のオーバーステイですね。残りの半分は福建省から来た、密航者だったんですね。だから密航者だから入国歴がないので、どれぐらい入っていたか、昔の資料を見ても、平成15年あたり一番ピークにして多かったんですけども、そこにまだ計上されてない分の外国人がいて、この人たちは日本国内で登録されてない外国人だった。そこら辺を相手にして仕事をしておりましたんで、選挙演説に出るような上品な言葉遣いができるような、そういう OB ではないんですね。そういう密航者みたいなやつらを相手にしていた、北京語で操作していたりとかですね、スパイをかけたりとかね、そんなことばっかりやってましたんで、本当に応援演説に来ていいのかとは思いましたけども、私これ言ってこういう話をしていたのは、もう20年前から、ね、辞めた時からその話をしております。中国人の皆さんって一人一人と付き合う時にはすごくいい友達ですよ。10万円貸したら12万円で帰ってくるんですよ。そんな日本人いないでしょ。でも金が返せないとなったらゴンズラしますからね。あと安藤さんも中国においでよっていうふうに言われるんで、いやいや俺もちょっと顔知りちゃってるから行けないよ、危ないから俺行けないからって言ったら、大丈夫大丈夫、私も弟ってことにして予見準備するからおいでよとかって言うんですよ。いやそれすごくいい人なんだけど、それやっちゃダメでしょ、うん、そこら辺がいい人であるかどうかと、日本にいい人かどうかっていうのはまた別なんですよ。それと国民性、民族性というのがあります。一人一人はいい人だけども、集まった時にどうなるのか、誰が主導しているのか、それを考えると、ちょっと今のこの時代、反日教育というものをがっちり受けてですね、日本にやってきた中国人が集団化しては非常に危ないというふうに私は感じました。それでずっとまだヘイトとかね、レイシストっていう言葉がないような時から、ずっと中国人移民を受け入れてはダメだよ、観光客は受け入れてみんなで温かく迎えてやってもいいけども、時間が来たらちゃんと帰ってもらわなきゃいけないし、帰れないな、帰りたくないなんていうのを絶対に追い返せよと、きっちりと、方法の範囲の中でね、法というのは日本人の代表である国会議員が決めたものですからね、それを守ってくれるような外国人だったらみんなで温かく迎えよう、でもそうじゃないのは配慮しろ、私はずっと言ってたんですね。だからレイシストとか未だに言われますけどね。でも今の、岸田政権の後の石破さんもですね、高齢者、女性、それから、外国人を含めた一億総参画、総参画活躍社会とか、なんかそんなこと言い出してますや。他のことはいいことを言ったとしても、これで全部ダメです。なぜかというと、ヨーロッパなんか見てください。もう全然移民の方が幅利かしちゃって、暴力的になっちゃって、本国人が追い出されるような、そのエリアに住んでいれなくなるような状況が出てきたから、今、ヨーロッパの方では各国々が、もう移民政策はやめて、みんな帰ってもらおうというふうに舵を切っています。アメリカの方はどうなるかというと、カマラ・ハリスさんが当選したとしても、トランプさんが当選したとしても、大変なことになると思います。カマラ・ハリスさんが当選すれば、暴動が起きるでしょう。前に、トランプさんが一回我慢してますからね、みんなお家に帰りましょうって言ったけども、今回は俺は戦うと言ってます。で、トランプさんが当選したら、テロが発生するでしょう。どっちが当選しても負けた方は逮捕されるわけですから、どっちも命がけです。そうすると結局やっぱり暴動になってしまう。
だからアメリカ頼みの日本でいつまでもそれでいいのか、それと、これトランプさんがどうできた場合、中国人留学生は受け入れないとかですね、中国、中国製のそういった電子機器については、これからは 輸入しないというようなことを言っています。そういうふうになってくるとですね、彼らって食べていかなきゃいけないし、外国に逃げたい、今中国から中国人が脱出しようとしてるんですよ。これはもう20年前から言ってた通り、最初に脱出してくるのは一番最初に情報を得やすい金持ちクラスです。その次に、普通のお金持ちが来ます。して帰らなくなって、日本で土地を買って定着します。今ここです。この次、これは前から言ってましたけども、もうどうしようもない状態になって、金も何もない、滞在資格も何もないような中国人が船に乗って流れてきます。そういうふうになったらアウトです。私が20年前に扱った時はまさに福建省のそういう状態で、福建省の人たちが船に乗って、だいたい10日、1週間から10日すると日本の方に流れ着くんですね。沖縄か九州、四国、そこから東海あたり、それから東京あたりで上陸しないと、その先に海流で流れていて、アメリカに行く前にサンズの川の向こう岸に着いてしまうから、なんとしても東京で上陸しないと危ないんですね。そういった人たちが、これから流れてくるかもしれない。その時に彼らが流れてくる時にね、すっからかんの状態で来るわけじゃないんです。そういうような状態になった時には内戦になっている可能性がありますから、武器を持って身を守るために武器を持って船に乗り込んできたりとか、そういった状況を利用して中国側から今度は日本の方で拠点を作るために、そういった使命を持って日本に来る外国人、中国人が増えてくるわけです。そういったものの対策として、これからあちこち、世界のあちこちで、お前たち帰れと言われた外国人が日本に集中して大変なことになる可能性があります。それともう一つ、防災面から言いますと、もう一つの可能性としてはですね、今いろいろ言われてます、富士山が噴火するのではないかとかね、地震が発生するのではないのか、津波が発生するのではないのか、こういったお話がね、これがもう月刊ムーンの世界じゃないんですよ。これとんでもないお話ではなくて、専門家がいつ起きてもおかしくないと言っているような状況です。それに加えて、太陽フレアの問題があります。これすでに皆さんの電子機器も少しずつ狂ったりとかしてるんですよ。来年の、今頃ぐらいが多分一番ピークになると思います。その頃に電子機器が最悪の場合ですよ、最悪を想定するんですよ。私は警察をやってたから、防災の関係もやっぱり考えます。最悪の場合を考えて、最低限を尽くして事態を最小に抑える、これが防災ですからね。その中で太陽フレアで皆さんの電子機器が繋がらなくなっちゃったりとかしたらどうします？一番最初に影響を受けるのは、一番私たちの頭の上にいる衛星ですね。 GPS 衛星が切れたら、駅前に集合はできるけども、駅から歩いて16分の喫茶店に集合しましょうって言ったって、皆さん行けないんじゃないですか。私はまだ犯人をかけて知らない街まで行って、まあ、そっち何時だから、こっちが太陽、太陽こっちがやるから今こっちが北だなとかって大体分かるんですけども、ほとんどの人はそういった能力を失ってます。その中で、船と飛行機、貨物船も飛行機も、これも GPS で今飛んでます。ミサイルも GPS がないとうまく着弾しないんです。だから戦争もできない。台湾上陸もなくなりますけども、日本に物資も来なくなります。日本に外国人は来なくなるけども、本来だったら追い返さなければいけない不法滞在者、犯罪者、これも今収監できなくて野放しになっちゃってるんですよ。そういう状態にこれからなりますよ。そうなった時に皆さんちゃんと生きていけます？だからこの選挙でそういった人たちをなるべく少なくすることによって、その拠点を少なくしていくことができる。それと残ってしまったら生きていくために犯罪に手を染めなければいけないような外国人というのを少しでも少なくしてあげるのが外国人のためでもあるんです。本来皆さんを保護するような、その外国人の皆さんを保護するような実家の近く、知り合いの近くに早く帰って、これからそういったことが発生するかもしれないけど、日本がダメになったらお宅の国も危なくなるから、今のうちに帰ってくれと、そういう政策を取れるような国でないとダメなんですよ。それなしにこのまま突き進んで外国人も一緒に入れて働かせようと、外国人は安く働くからって言って使ってると、外国人が安く働いている既存の今までいた日本人の従業員は給料が高い、でもあんまり働けない、
外国人こんな少ないから働いてるのお前ら何やってるんだって首切られますよ皆さん。仕事なくなりますよ。私の予想ではあと1年、来年の今頃で警察が外国人を取り締まれる状態が飽和状態になると思います。警察は働いてないとは言いますけども、警察官のキャパを超えて昭和の頃から全く変わらないような刑事訴訟法、捕まえたら何時間以内にどこに送致するとかね、検事さんに送致しなきゃいけないとか、こんなのは日本人同士だからできたのであって、通訳を準備しないと人権が確保できないなっていう、その外国人に対してはそれではできないんですよ。だから不起訴が増えるんです。そういったものを全然買いもしないで、入れ物を買えないのに3倍入れようとする、ね、そういうような状況ではおそらく来年の今頃は多分、限界で飽和状態になってきます。溶けない、みんな溶けなくなっていきます。つぶつぶがね、外国人が非常に溶けなくなっていきます。それと、その先に行ったら今度臨界状態になって、それが火引き出しますからね。自警団ができて、やりすぎができたとしても、みんなそれしょうがないじゃんって、だって警察動かないんだもんとか言っちゃうんですよ。うん。そういうような時代になっちゃう。嫌でしょ？だからそれを決めるのはまさにこの選挙です。あと1年ぐらいしか私は時間はないと思いますんで、この1年、どうかですね、気合を入れて、よくよく考えた上で、比例では反省と、それから、小選挙区では桜井翔子と書いていただきたいんです。そうしましたらね、みんなガッチで入ったらね、ガッチみんな分かってるわけじゃないから、私と私の仲間の後ろにたくみんなでね、バックアップして、日本は今ここが危ないんだよというようなことをね、きちんとバックアップして伝えて国政に生かしていただきますので、どうか、反省と桜井翔子よろしくよろしくお願いいたします。選挙ってのは必ず仕掛けてる側の意図があります。で、今回は争点をあまり明確にしないで、いつも選挙って争点があるでしょ、郵政民営化だとか、あの消費税増税だとか、なんかあるんだけど、今回全くないんですよ。で、ふわっとね、政治と金とか、なんとかとか言ってんだけど、まあ、実際にはそれも大して議論になってない。いろんな政党がいろんなこと言ってるんですけど、日本をもっと強くするとか豊かにするとか抽象的な話が多いんです。今回の選挙で具体的なことを言ってるのは、私から見るとね、私賛成党員じゃないので、フェアな目で見てね、私から見て今回の選挙で具体的なことを言ってるのは、例えば国民民主党、手取りを増やすっていうね、手取りを増やす、でこれかなり具体的です。それから令和新選組、消費税廃止、まあ、これも具体的ですね。で、あとやっぱり賛成党です。賛成党はまず消費税を廃止、もしくは停止って言い方しますね。消費税をもう期間限定でもいいから停止する、まあ、こっちの方がね、リアリティがあるっていうか現実的だと思います。で、積極財政っていうことを言ってますね。でね、このね、今回本当の争点はこの経済だと思います。本当の争点は経済です。おそらくね、今の日本経済、多くの人はよくか、なんていうか、肌で感じてないかもしれないんですけど、戦後最も悪いと思います。戦後最も悪いところに来ている。というのは、デフレっていうのがちょっと前までずっとあって、それが脱却しないままでインフレが来てしまったんですね。デフレとインフレと一緒に来ちゃったっていうのは先進国の中で日本だけなんですよ。もうね、これはね、致命的なんです。このデフレがそのまんまのまんまでインフレを克服できなかったら日本経済崩壊します。日本経済は本当に崩壊してしまいます。で、そのためには今回の衆議院選挙で明確に経済政策をこうするんだっていうのを国民の意思を伝えるべきなんですね。それはもう一つしかない。減税です。もう減税ってことをね、ここで明確に言わなきゃいけないです。減税。いろんな形で減税しなきゃいけないんだけど、もうまずは消費税をなんとか減税する。これね、これに関しては、はっきり言ってるのは、さっき名前挙げた国民民主とか令和とか賛成党ぐらいですね。あとはね、あとはまず自民、公明、立憲民主、このなんか主要な大きな政党は何も言っていない。それから、維新もほぼ何も言っていない。今回新しく出てきた政治団体、日本保守党、
日本の人は 10%、8% するとかだったかっていう、ちょっとやっぱこれがふわっとした言い方なんですよ。あんまり強調してない。で、他はね、割と左翼系が多いんだけど、他ははっきり言ってる。でね、今回、やっぱりね、減税、特に消費税減税を言ってる政党が、投票の結果、躍進することが一番望ましいです。この結果を出さなきゃいけないと思います。で、今のところの情勢分析、皆さんもね、マスコミの、情勢調査とかっていうの聞かれてるかもしれないんだけど、どうも、まあ、自民党は減らすでしょう。それから、なんか立憲民主は増やすって言ってるんだけど、で、公明党も減る。公明党はもう永遠に減り続きますよ。私、宗教界にいたからよくわかるけど、公明党のばっかり創価学会なんで、で、創価学会はもうこれからずっと下がってるんですよ。創価学会とか人いたりすみませんね。創価学会はこれずっと下がってる。お金ないから。創価学会の人みんな高齢化しちゃって、若い人いないから、もうお金集まらないから、あそこお金集まらなかったらもう無理よ。無理。で、だから公明党をずっと選挙のために減らしてるでしょ。今回大幅に減ります。そうすると、多分、この後もう復活することはないと思う。で、問題は維新ですよ。もう一回。なんか維新は増やすらしいですね。何十議席も。あ、ごめんなさい。立憲民主だ。立憲民主はなんか、すごく増やすらしい。立憲民主党増やすのはまあいいけど、ここで我々が忘れちゃいけないのは、立憲民主党の新しい党首になった野田さん、野田佳彦って人、元総理大臣です。十数年前に、12年前に民主党政権の時の総理大臣だった。この時に野田総理がやったのが、消費税 5% を 10% に倍増するという法律を作ってそれを通したんですよ。これをやったのが野田さんです。その野田さんが言ったのは、なんかもう追放されて、無所属になって、それが立憲民主党に戻ってきて、で、立憲民主党の、党首になった。でね、野田さんは今回、政権交代ってことを言ってる。立憲民主党の政権交代。15年前の政権交代選挙をもう一回やりたいって言ってる。あの時は、国民が圧倒的に自民党にノーで、他の選択肢は民主党しかなかったんです。そして、投票率 70% もあったんで、一般の人がみんな民主党に入れたんですよ。今回、投票率 70% もいかないので、いつも通り 50% ですよ。半分しかいかない。ということは、立憲民主党は確かに増えるかもしれないけど、自民党が減った分ね、増えるかもしれないけど、立憲民主党に入れるのは、労働組合の人だけですよ。労働組合の人だけ。この中に、この歩いてる人に、立憲民主党大好きって人いる？立憲民主党を魅力的で、立憲民主党についていきたいって人いる？この中に。今回、ろくな政策言ってないですよ、立憲民主党。一体何しに出てきたのかなと思って。わけのわかんない政策しか言ってないでしょ。しかし、伸びるって言ってるんですよ。これはおかしい。その前に、消費税 10% にしたのは、法律を作ったのは野田。それを実際に実行したのは安倍。自民党ですよ。この消費税 10% になって、日本経済がどうなったのか、その検証をきっちりやるべきだと思う。だから、野田さん、それから消費税を上げた自民党の皆さん、今回の衆議院選挙で、消費税 10% にしたことによって、日本がどんなに良くなったのか、ちゃんと検証してほしい。一体どこが良くなったんだ？これね、これ絶対怒んなきゃいけないですよ。消費税 10% にして、どれだけ日本の借金が減ったんですか？どれだけ日本の経済が良くなったんですか？消費税が上がったら、なんかデフレが終わって、じゃあちょうどいいインフレになって、それで経済が回り始めるとか、わけのわかんないこと言ってたじゃん。結果はどうだったんだ？その結果も検証せずに、
野田さん、あなたは消費税 10% に上げた張本人なんだから、その張本人が政権交代とかもっともらしいこと言う前にちゃんと結果を検証せよ。そしてその結果日本人を苦しめてきたんだったら、それを日本人の前で謝ってから言えよ。一言謝れ日本人に。どれだけ消費税 10% がこの国を苦しめてきたか、それを知らずによくまあ出てこれるね。なんか松下政権塾出身だか何だか知らないけど、松下幸之助さんは減税を言ってたんだよ。無税国家言ってたんだよ。あなたはそれでも松下幸之助の弟子か。それから自民党なんだかわけわかんないけど、まあとにかく滅びろ。まあそれでいいわ、滅びるみたいなんで自民党勝手に滅びろ。問題はこれから減税ができるかどうかです。消費税の減税をでね、ちょっと一つだけ、今回ね、消費税減税言ってる国民民主から令和新選組賛成と、ほぼ一緒に見えるんですよ。で、それでいいと思う。で、この国民民主は随分なんか上がるみたいなんだけど、この前福岡で国民民主の玉木さんの街頭演説やってて、で、賛成党もやってたんですよ。私はその賛成党の方に出てたんだけど、玉木さんの福岡の博多駅で集まってる人たちの数よりも賛成党は3倍ぐらいいたような気がするんですよ。これなんでなんだろう。だけどまあまあ、都民民主党っていうのも労働組合についてるんです。保守の労働組合がね、だからそこが入れることになってるんで、まあそれとちょっとね、ちょっと一般の人も入れますよ、国民民主ね。だけど今一般の人に段階も何もなく、一般の人に一番受けるのは賛成党だと思う。実際に世論調査、この衆議院選挙が始まる前の世論調査で賛成党の支持率は国政政党の中で最下位でした。最下位、びっくりするぐらい低かった。私ね、なんでこんなに賛成党低いんだろうと思ってたんですよ。だって2年前の参議院選挙で5レンジャーですごいブームになったんですよ。今回の衆議院選挙の前で、ね、もうそれがまだ何もなかったかのように下がってたんですよ。ところが衆議院選挙の直前になって NHK の日曜討論に神谷代表が出たんです。そこから急に変わった。逆のことを言うと、この2年間、賛成党が国政選挙になってからこの2年間、NHK も日本のマスコミも賛成党を一切出さなかった。実際に、この衆議院選挙が始まったら、国政政党の党首を集めて、党首討論会っていうのを必ずやることになってます。国政政党の中で、まあ、国会議員のいる国政政党ってのは9つあるんですよ。9つあるんだけど、日本記者クラブがやった討論会、各テレビ局がやった討論会、9つの政党を出さないで、7つしか出さなかった。7党首。誰が70党首って決めたんだろう。賛成党と社民党の党首は出さないんですよ。なぜか。なぜか、今までだったら全部出したんですよ。今回なぜか出してないんですよ。で、直前になって NHK が出した。9つの党首を。そこで多くの国民は初めて知った賛成党という存在を。そして賛成党が他の政党と言ってることが随分違うってことを初めて知った。どうもこの賛成党の方が国民の味方の方だってことを感じ取った人が急に増えてきた。その結果、このわずか2週間の間に賛成党の支持率はものすごい勢いで上がります。本当に。これね、私は数字に基づいて言ってるから。別に賛成党応援してるから言ってるわけじゃない。数字に基づいて言ってるんで、今、改めて賛成党は上り坂になってる。それはね、ネットの、旧ツイッターね、X での投稿数に現れてます。今の選挙っていうのは、
世論調査の支持率もあるんだけど、もう一つは SNS の投稿数、これが票につながるんですよ。これもうね、前回の参議院選挙ぐらいからの新しい特徴なんですよ。 X 上の投稿数が多いところが票が多いんですよ。今一番多いのが令和、次に多いのが賛成党です。だからこの2つは多分伸びると思う。だから多くの人たちにまずは知ってほしい、こういう減税を言ってる政党がマスコミから叩かれてるっていうか、ね、隠されてもこういう候補者の人たちが地道に努力してきて、やっとねマスコミに出てきて姿を現して国民の支持を得てきてるんだということ、これをぜひ言っていただきたいんですね。でもう一つ言う、もうこれも言いたいんだけど、神谷さんも言ってるけどね、そのマスコミ9つの国政政党あるんだけど7つしか出さない、社民党と参政党は出さない、その代わりに国政政党でも何でもない政党出してるのね。日本保守党、日本保守党って国政政党でもなんないよ、単なる政治団体ですよ。だけどそこにやたらなんか持ち上げてるね、日本テレビ、TBS、 読売新聞、産経新聞、あと知らないわ、なんかやけに持ち上げてるじゃん。どうもこの新しい政治団体を持ち上げて自民党が減る分こっちをなんか出したいらしいですね。テレビ局よ、あなた方は公共の電波を使ってんだ。公共の電波は国民のもんだ。それをね、日本はね、格安で使ってるんですよ。ということは、公平な、公正な報道をする義務がある。その分安いお金でやってるんだよ。ね。民間放送、民間だからって言って、何でもやっていいわけじゃない。ちゃんと公正にやるべきだ。それを公正にやらずに何かの意図を持って特定の政党を持ち上げたいんだったら、はっきりうちはこの政党を支持しますって言えばいいじゃないですか。何も言わないで、うちは公平な報道をやってますみたいな善意ドラをしながら特定の政党をやたら持ち上げてる、こういうのを不正選挙って言うんです。その通り、日本はマスコミが不正選挙やってるよ。アメリカは他の、アメリカも不正選挙だけど、いやいや日本も負けてないね。日本もめちゃめちゃ不正だよこんなの。それを我々知った上で、参政党を応援する皆さん、あと2日間徹底的に戦おうじゃないですか。頑張ろう。ね、こんな不正のマスコミとろくでもない政党ばかりなんですよ今。もういい加減こんな連中の奴隷になるのはやめよう。ねえ、桜井さん小さな体でなんかもう可愛らしい女性なんですけど、もうねパワーすごいですから、パワーすごいし、東京一区でしょ。東京一区って日本中の小選挙区の中でど真ん中ですよ。このど真ん中の選挙区に賛成さんが立ててる候補者なんです。なので皆さんぜひね、この桜井さん応援してください。そして比例は賛成と、これお願いします。今日ね、坂東さんが来てくれて、坂東さんが参戦との応援に来てくれるってすごいことなんですよ。そうだ。でね、だって坂東さんと同じような保守の言論人何人もいるじゃないですか。誰も来ないでしょこっちに。どっかに忖度してるんですよ。そうだ。みんなどっかに忖度してるのよ。だけど坂東さんはやっぱりね、警察官出身だから正義の人なのね。正義の人だからなんかどっかに干されるかもしれないけど関係なく来るんですよ。だこういう人たちで成り立っているのが賛成党。ぜひ賛成党を応援してください。ありがとうございました。